ありがとうございます。改めまして、丹羽麻理子と申します。今日初めましての方もたくさんいらっしゃいます。丹羽麻理子です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日はコロナという大変な状況の中、こうやって足を運んでくださって本当にありがとうございます。まずはお礼をさせてください。ありがとうございます。はい、そんなコロナを吹き飛ばす勢いで演奏させていただきたいと思います。お付き合いお願いいたします。早速1曲目、サインという曲をお届けしました。この曲はですね、私にもう一人分身がいるような気がして、ずっとそういう気持ちがあるんですけど、そういうなんか分身がいるのかなと思って作った曲です。はい、ありがとうございました。サインでした。続きまして、早速2曲目いきたいと思います。柏駅という曲なんですけれども、私は生まれも育ちもずっと柏でして、皆さんずっと柏っていう方いらっしゃいます？ご住所中柏の方とかいないかな。あ、いらっしゃいますね。柏いいですよね。私も柏大好きなんですけれども、この地元の友達がね、柏駅この曲聴くと地元思い出して懐かしいなーなんていう声を聞いたので、今日は久しぶりに演奏したいと思います。私は柏駅を利用して毎朝高校生の時通学してたんですけれども、その時の朝の登校風景を、曲にしてみました。皆さんの青春時代思い出しながら、ちょっと若い方もねいらっしゃると思うので、今の青春真っ盛りの方はそうですね、小学校とか中学校とか思い出しながら聴いていただけたら嬉しいです。それでは柏駅。Oh,
は梅雨がとっても長かったと思いますが、自粛生活もあり、私はずっと引きこもり生活でした。皆さんはいかがお過ごしでしたか？私の子供たちはもうゲーム三昧でしたが雨が多かったのでね、こう雨音をじーっと聞いていまして、雨の音聞いてるとなんだか心が静かになって落ち着いてきました。雨に癒される日々がたくさんあって嬉しかったです。九州の方ではね、ちょっと悲しい雨、水害も多くありました。今でも大変な生活をなさっている方たくさんいらっしゃると思います。早くね、一刻も早く復刻しますよう、お祈り申し上げます。悲しい雨が早く優しい雨に変わりますよう、精一杯歌わせていただきます。優しい雨、さらて行くの正しい道の
ありがとうございます。優しいマニアでした。今日ね、私とか言っちゃった私、1年ぶりぐらいですかね、ウーさんに出演させていただくのが去年の夏、8月、9月なので1年ぶりぐらいなんですけれども、前回ね、ピアニストのマーサさんという方と一緒にコラボしたんですね。で、次にお送りする美しい人って曲なんですけれども、いつもね、マーサさんのピアノに合わせて私歌ってたんですよ。なので今日は自分で弾き語りなので久しぶりなのでちょっと不安でも今日は頑張りたいと思います。ありがとうございます。やった。でね、マーサさんのね、ピアノは癒しがすごい。ぜひ次はマーサさんのピアノをお聴かせできたらなと思います。ちょっと何言ってるか分からない美しい人、この曲はですね、私も皆さんもみんな美しいんですよ汚いな。いやみんな本当はというかとっても美しいんですなんかちょっとなんかあれですね、何でもないです輝きを美しい、みんなは何か分かんなくなっちゃったやりますね、美しい人。生まれたばかりの花が今
しいんですけど、美しいが好きなんです。愛よりも美しい歌、美しいつながりで歌いたいと思います。私結構普段ぼーっとしていることが多くてですね、これは空をぼーっと見上げている時に作った曲です。空はありがとうございます。空も美しいですよね。空はいつも暖かくて私を見守ってくれています、いる気がします。で、星空はまるで、あなたの瞳のようだなと思って、いつもキラキラ輝いていて素敵だなと思っています。本当素敵。星が私を愛してくれてる気がします。イエー。愛よりも美しい歌、聴いてください。光の道へという曲と神様のいたずら
2曲を続けてお送りして終わりにしたいと思います。今日は本当に聴いていただいてありがとうございます。そして呼んでくださったうーさん、いつもありがとうございます。うーさんは音も素晴らしいですし、お酒も美味しいですし、これからもじゃんじゃんうーさんに足を運んでいただいて、音楽を楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。でこの後もね、おにぎり平三郎さん、そして山田元気さんと、ね、山田元気さんは何回かご一緒させていただいているので、今日はなんか久しぶりに会えて嬉しいなと思ってワクワクしてきました。この後も楽しいライブ、楽しいかな、素晴らしいライブが控えてますので、最後までごゆっくり楽しんでいってください。今日はありがとうございました。光の道へ、神様のいたずら、2曲続けてお聴きください。美和真理子でした。
よかった。